2011年バーレーンソーランは、バーレーンで2011年に発生した、より大きな政治的自由と人権の尊重を求めた、大規模な反政府デモと、それに付随する事件の総称。チュニジアのジャスミン革命を起因として、アラブ諸国に波及した、アラブの春のうちの一つである。死者は93人、負傷者は2900人以上、逮捕者は2929 29人に上った。 2月4日、数百人のバーレーン市民がエジプトの反政府デモに交往し、首都マナーバにあるエジプト大使館前で集会を行った。石油資源に恵まれたペルシア湾岸諸国では今回初となる動きだった。その後、あるジャジーラにより2月14日に反政府デモが計画されていることが報道される。2月14日はバーレーン国民行動検証草案が 国民投票によって採択された10周年を記念する日として選ばれた。デモの背景には国権を握る王家ハリーファ家のイスラム教スンナ派と国民の多数派を占めるシーア派の対立がある。シーア派は就職差別などを受けており、今回のデモ参加者もシーア派住民が主体で、政府に対し雇用喪失や賃金の引き上げ、 在任40年に及ぶハリーファ首相の退陣、議員内閣制の導入などを求めている。チュニジアやエジプトと同様、バーレーンでも若者たちの間で、フェイスブックやツイッターを使用した、反政府デモへの参加の呼びかけが行われた。2月11日、ハマド国王は一世帯当たり1000バーレーンディナールの現金支給を決定。支給の表向きの理由は、 国民行動検証の10周年を記念してというものだった。2月12日、人権活動団体、バーレーエン人権センターは国王に書面で人権運動家など450人以上の受刑者の釈放を要求。浜戸国王は要求に部分的に譲歩し、若年の受刑者を社会復帰させる命令を下した。国王は13日には、 国内のシーア派や党勢力の要求に応じ、メディア規制の緩和を約束。2月14日、首都マナーマ東のディア村で、反政府デモが行われ、警察がデモ隊を排除した。その際、男性一人が負傷、搬送先の病院で14日夜に死亡したことが確認された。首都に近いいくつかの村でもデモが起き、目撃者の報告によると20人以上が負傷。 一人が死亡、その際、警察は、催涙ガスやゴム弾を使用したと報道される。イスラム教シーア派の若者たちはこの日の運動を、2月14日の、改革と名付けた。前日のデモで犠牲となった参加者の葬儀が行われたが、集まった群衆と、治安部隊との間に衝突が発生、群衆一人が死亡、最低でも25人が負傷したと報道される。 デモで死亡した二人の写真はフェイスブックに掲載され、行き通った人々が多数葬儀に集まり、これをきっかけに、マナウマー中心部にある真珠広場をデモ隊2000人が占拠し、抗議デモへと発展、また、約1000人が泊まり込みを始めた。真珠広場に集まったデモ隊は、黒い衣装で身を包み、有志による役割分担、介護所やメディアセンターの設置、 飲み物の無料提供も行っており、組織だった一面も垣間見えた。同日、バーレーンのシーア派系の最大野党、国民語イースラーム連盟が、反政府デモに参加すること公式に表明。デモによって二人の死者が出たことで、ハマド国王は、国営テレビで演説を行い、社会改革と二人がデモで死亡したことについてお調査を始めると発表した。 前日の国王の演説を受けても納得しなかったため、真珠広場のデモ参加者は7000人に増加。参加者は、ハマド国王のおじである、ハリーファ首相の退陣を強く求め、中には王政打倒を訴える者も現れ始めた。また同日、亡くなった二人目の葬儀が行われた。17日未明、治安部隊は、真珠広場を封鎖し、催涙ガスを発射。 広場を占拠していた反体制発数100人を強制排除。広場にいた参加者はほぼ一掃された。ウィファークによると、この日の強制排除で2人が死亡、少なくとも50人が負傷した。AP 通信では4人の死者が出たと報じている。18日に入り、治安部隊が反政府デモ隊に発砲、武力鎮圧に乗り出す。政府側がデモ隊に銃撃。 武力行使に踏み切ったことで、当初、政治改革や民主化を求めていたデモが、王室打倒に系統、情勢はさらに緊迫化した。ハマド国王は、軍副司令官を兼務するサルマーン王大使に、ウィファークとの対話を進める、要命令。王大使は、ハリーファ首相に、事態の責任を取って辞任するよう要求し、ウィファークなど、反政府側とも、対話姿勢を示したものの、 反政府側は2月19日にハリーファ内閣の総辞職とマナーマに展開している軍の撤収を要求したため物別れに終わった。ただ、2月19日に予定されていたデモは2月22日に延期されている。なお、2月18日に去るマーン王大使は一つの宗派のために存在しているわけではない。今、国は分裂していると地元テレビで発言している。 3月14日、バーレーン政府の要請を受けて、湾岸協力会議は、サウジアラビア軍を主力とする合同軍、半島の盾を派遣し、初の域内軍事警察行動を行った。サウジアラビア軍約1000人、アラブ首長国連邦の警官隊、約500人などが送り込まれ、反政府デモに参加した市民らを拘束するなど、強行手段を取り、デモを人生化させた。 また3月15日には、ハマド国王が3ヶ月間の非常事態を宣言。シーア派のデモ参加者4人に死刑判決が下されるなど、反政府デモを抑え込む姿勢を取った。一連のデモで、死者は30人以上にも上った。この GCC の武力介入は、かつてのヨーロッパでのワルシャー条約機構によるプラ派の春弾圧にも例えられるなど、西側諸国から批判され、サウジは、 バンダルビィンスルターンを友好国の中国やパキスタンなどにデモ隊鎮圧の指示を取り付けるための特使として派遣した。5月8日には非常事態宣言の解除を予定より早い6月1日に実施すると発表した。しかし解除を発表した後も強行姿勢は変わらず、5月11日にはロイター通信の記者に対して反政府デモに関する報道が 公平さを欠いているとして、国外退去処分としたほか、反体制派の逮捕も続いた。5月25日には、サルマーン王大使が様々な改革の実行を約束。6月1日は、予定通り非常事態宣言が解除された。しかし6月3日には再び治安部隊とシーア派が衝突しており、バーレーン国内が正常化されるかは、予断を許さない。 11月23日、政府が設置した調査委員会、バイジーはデモ参加者に対して過剰な武力行使が加えられたことを認め、これに対して政府は法律の改正や人権監視機関の設置に取り組む意向を表明した。国内多数を占めるシーア派による少数派のスンニ派政府に対する民主化運動ということもあり、スンニ派の名手であるサウジアラビアと関係の深い、 西側諸国の反応は鈍いものであった。西側諸国は武力を用いた鎮圧に対して一定の懸念を表明しつつも一貫して寸二派政府による沈静化を地域に安定をもたらすものとして支持した。デモの激化を受け2月18.19日にバーレーインターナショナルサーキットで開催予定だった GP にアジアシリーズのレースが中止された。 3月13日に開催予定の F1 開幕戦、バーレーングランプリも実施が危ぶまれ、後に大大使が中止を発表した。ありがとうございます。